ロサンゼルスタイムズ紙、電子版は8日、日本時間9日、ロジャースと10年総額7億ドル、約1015億円の契約を結んだ大谷翔平投手への分割ご払いに関してカリフォルニア州財務局が議会に介入を要請したと報じた。プロスポーツ史上最大記録を更新しただけでなく、選手からの申し出により総額の97%に当たる6億8000万ドル。 約億円お契約満了後の2034年から43年まで分割で後払いされることで大きな注目を集めているメガ契約。同市は州財務局が議会に同契約への介入を要請した理由として、支払いが始まる前に大谷が日本に帰国するか、カリフォルニア州外に場拠点を移す可能性がある。州雇用経済センターによれば、そうなった場合。 州は推定9800万ドル、約142億円の税収を失うことになると説明した。この日の声明文には現行の税制についても言及。最高税率層に属する人々は無制限の繰り延べが認められており、税制に大きな不均衡が生じている。高額所得者への繰り延べに合理的な上限がないことは所得不平等を悪化させ、税の公平な分配の妨げになっている。 とと記されていることを伝えた今オフのドジャースは歴史的補強を敢行し、大谷やマエオリックスの山本など、7選手に総額12億2600万ドル、約1769億5000万円を投資。米メディアは、大家のほかにヘルナンデスの年俸の一部も分割後払いになると報じられている。